はい、じゃあこんばんは。はい、じゃあスイッチ氏、4回目ですね。135回、はい、お願いします。はい、こんばんは。第8回のスイッチ氏、はい、火事ですね。そうですね、この勉強しておりますね。火は岸なり、減税して、減税という読み方とそうでない読み方がありますけれど、一応ですね、減税というふうに読みました。はい、火は岸なり、減税して現 ATN なれば咎めなしということですね。はい、さて、減税という読み方は、そうですね、お二人の学者ですね、減税というふうに呼んでいらっしゃいます。はい、常に勉強いたしました本田先生ですね。本田渡先生、ね、それから鈴木義次郎先生ですね。鈴木義次郎先生、この2人の先生は減税です。減税と呼んでいらっしゃいます。はい、これから3人の先生ご紹介しますけれど、はい、赤塚先生、それから高田健二先生、はい、今井宇三郎先生、これは減税と呼ばれません、ね、ではどう読むかというと、まあ、この表は外しますね。同じことが書いてありますからね。赤塚清先生でございますけれど、日は岸なり、ここまで一緒ですね。この先は違いますよ、ね、税に尋ねぬ、尋ぬるに、税に尋ぬるにと呼ばれます。うん、税に尋ぬるに、これは尋ぬる、尋ぬるというわけですね。税に尋ぬるにということですよね。ここも大いに長く与えて、手というのは与えてというわけですよね。うん、大いに長く与えて、これは占いが当たってという意味ですよね。あ、そうなんですか。与えて、咎めなし。それから安かざる者まさに来たる、読み方は一緒でございますけどね。はい、解釈はちょっとですね、赤塚先生と本田先生、鈴木先生は違いますからね。それは後で検討しますね。さあ、この読みもですね、赤塚先生は送るるやつは今日、やつと呼ばれる、やつですよ、やつですか、ね、非常に軽蔑的な表現ですよね。あ、ね、これは赤塚先生が東大の教授であった時にですね、そういう読みをされましたね。東大の先生らしからぬ読み方でございますけれど、まあ、それだけですね、こんなやつはけしからんということでしょう。なるほど、ね、では赤塚先生のですね、まあ、解釈でございますけれど、はい、主だったところはちょっと書きましたからね。そうですね、読みながら説明していきますけれど、はい、本田先生や鈴木先生と違うのはね、本田先生や鈴木先生はこの弦というのをですね、再と読まれましたね。再税ですね。あ、再税、あんまりね、再び税すると訳されました。そうです ね、そして本田先生と鈴木先生の違いは、本田先生は、ね、再税というのを文字通りですね、もう一回何度も税をするということで、正しい答えが出るまでは何度もやるということでございますけれど、鈴木先生はそうじゃないんですよね。そうですね、趣旨がですね、この弦を再と言っておりますからね、なんとかですね、自分の見解とですね、矛盾しないように解釈しようということで、上の毛と下の毛をですね、2つに分けましてね、下の毛を出すとき、これをですね、所税にして、うん、上の毛を出すときね、上の毛を出すときにそれを再税ということでですね、この減税を生かされたんでございますけどね。一つの毛は上の毛と下の毛が重なってね、小生花が二つ重なって初めて一つの体制の花になるわけでございますからね、それを分けてですね、下の毛を出すときには所税である、上の毛を出すときは最低であるというですね、鈴木先生のご見解はいかがないかがかなと私は思いますね。それはあんまり感心しません、ね。
従いましてね、歳というのはですね、私は取らないんでございますけれど、まあ、皆さん方がね、これから権丈先生方のお話、見解を紹介しますからね、それを検討していただいて、自分の立場を決めていただけばよろしいかと思います。では、赤塚先生ね、日は岸であると。この総理ですよね、日は岸と言っておりますかね、はい、日は岸である。税を行って問うのに、その結果は大いに正しく当たってとがめがない。大いに正しく当たって、これ当たると書いてますからね、とがめがない。こういうように書いてておりますね。今まで服従しなかった外国が徴工することになる。安からざる者をまさに来たるというですね、この法というのをですね、赤塚先生はこの国と解されるわけですよね。うん、国と。ね、非常に雄大な見解でございますけれど、今まで服従しなかった外国が徴工することになる。侵入するわけですよね。神として使えるわけですよね。遅れてきたものは今日である。遅れてきたものはあまり信頼されない。これは今でも言えますよね。例えばプーチンのロシアと、それからアメリカの対立があった時にね、どちらのグループに移すかね、弱小国がですね、利害得失を計算してですね、どちらにつくか決めるでございますけどね、そこでひゅってですね、事態の趨勢を見てですね、後から来るようなやつは信頼が置けないということになりまして、同盟国扱いはいたしませんよね。遅れてきたものは今日だ。この家は死の家が会の一応、死の家は勉強しましたよね。死の家。死の家をですね、逆に言っても見たものが、この水池の毛ですね、水池ですね、治水師は逆に 見たわけですから、これが治水師ですね、この毛は死の毛が貝の一陽光が諸陽光を率いて上位に向かって前進する形である。治水師の場合はこの二個がですね、はい、ね、将軍の位であってですね、はいはい、王の命を受けましてですね、戦争に出るわけですよね。部下を率いて出るわけです。それとは逆のことをここでは言ってるというんですよね。既に総意にある、既に総意がありますね、この五個は総意でございますから、はいはい、ね、下からだん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 上がってきまして、これは一番尊い位でございますから、既に総意がある、総意にあるわけですよね。既に総意にある一陽光のもとに諸陰光が順序よく並んで、それに掌握されている形である。この祖位がですね、下のものをですね、掌握している形だということですよね。そこで弱い者が剛健の者に近づき親しむことを象徴するとして人を名付ける。うん、人というですね、この言葉のですね、語源説明しましたよね。二人並んでる形で、はいはいね、愛親しむ、愛並んでいくという形ということでですね、うん、白川先生のね、白川姓の実通からですね、ちょっと言葉を引いてですね、お話申し上げました。ね、はい、さて、これは全体的な説明でございます。では、分節してですね、ちょっとですね、検討しますよ。減税のとこですね。減税をですね、赤塚先生は税に尋ねるにと呼ばれますね。減は尋ねるのいいですね。税によってことの吉凶を占うことである。減税というのは再税ではない、ね、税によってことの吉凶を占うことである、こうおっしゃってますね。では減永定のところに参りますよ。減永定ですね。赤塚先生は大いに長く与えて、この定というのはですね、その占いが当たるという意味ですね。はい、元永定は、元は大の意、定は問うて定める意であるが、
ここでは正しく当たるのいだ。手というのはですね、帝人の話を権威点のところですね説明したと思いますけどね、帝人というのは占う方なんです。陰の時代は今から3000年ぐらい前の陰陽朝の時代は最盛一の国家でございましたからね、祭り事というのは一切合切帝人に聞いたんですよ。軍を進むについてもね、政治をやるについてもね、日常の細々とした王の旅行などもですね、帝人に占わせてそれを実行したわけですよね。で、帝人というのは占う人なんです。そして帝人のですね最高のトップが陰の王なんです。陰の王は帝人の頭なんですよね。で、帝人というのはこれは占う人、占う人のことを帝人と言いましたから、そこから赤塚先生は帝をですね解釈されておりますね。大いに長く与えて、ね、では元に戻りましたから、この現遠藤と永遠のところですね、現は大の意である、帝は問うて定める意であるが、ここでは正しく当たるの意である。現永帝は通常は大善で長く帝御な徳があればと返しているが、これは税そのものが常に誤ったことを告げないことを言うのであるとおっしゃってますね。ああ、そういうことです。これは税の本質と言ったんですよ。そうですね。駅船というのは税を立てて答えを出しますね、それは常に正しい答えなんです。一見間違ったように見えますけれど、そういう場合もありますけど、それはですねその立てた毛を見るですね、見るものの間違った解釈なんです。税とのものを正しく解釈すれば、常にここにあの赤塚先生がおっしゃってられますように、常に誤ったことを告げないということが分かるはずなんですね。駅の毛というのはですね、常に正しい答えを出すということをですね、ここでは言っているということですよ。ではここに参りますね。安からざる者まさに来たる、ね、これは通常は不安あるものは皆来たると返している。そうですね、安からざる者皆来たる、はい、ね、まさに来たる、まさに来たる、安からざる者まさに来たるということですよね。だが安からざるということは安らかにしていないという意味ですね。これはその通りですね。寧というのは安寧の寧でございますから、これは安らかですね。それをあの負で打ち消してるわけでございますからね。したがって、不寧というのは安らかにしていないですね。さてここからはですね、赤塚先生の独自の見解でございまして、法は国の意である、国ということですよね。これも根拠があるんでございますけどね、それを書きますとですね、ちょっと複雑な説明になりますからですね、あの省略しましたけど、文献的な根拠があるんですよね。法は国の意である。そして不寧法、安からざる法というのは来朝非内で、来朝非内、つまり王朝にですね、ね、朝貢しない。朝貢するというのはその王朝のですね傘下に入って臣従するということでございますけれどね、ひよってですね、まだ来ない。安からざる法というのはね、国が本来なら早くですね王朝に侵入して貢ぎ物を持ってこなくちゃいかんけれど、来朝しないで、では最後のこのね、遅れるやつは今日、やつと呼ばれますけれど、遅れるやつは今日というの意味の細かい解説を赤塚先生の見解に沿ってここに書きましたけど、このやつは普通はですね太府の意と解する。太府というのはですね、これは王朝の太府でございますからね、過労に匹敵するような
重心ですよね、はい、大夫の意と解する説や後添いの夫と解する説もあるが、赤塚先生は軽蔑の意を込めてやつというと返す、やつなんだと、ね、そんな遅れてくるやつはですね、もう信頼を持てない、やつということで軽蔑してですね、言えばいいということをおっしゃってますね。では、やつからざる者、まさに来たる、遅れるやつは今日ということのですね、この意味でございますけれどね、この法というのは国でございますからね、来庁しない国もですね、遅れてやってくるわけですよね。来庁するときに遅れるやつは今日であるという意味と、一般に神話すべきときに遅れるやつは今日であるという意味を兼ねたのであろうと、二つの意味をここでは踏んどるということを言ってるわけですよね。つまり国であろうとですね、個人であろうと神話すべきときに神話しない、兆候すべきときに兆候しない、遅れてぐずぐずしてですね、ね、ひよってですね、やっぱりついとった方がいいということでですね、来るようなやつは信頼できないやつだ、ね、したがってそういうものは教団だということをおっしゃってるわけですよね。さてちょっとですね、走って話しましたけれど、後でですね、ゆっくりですね、この文章を検討していただいて、そして自分ならどうするか、本田先生の見解によるか、鈴木先生によるか、あるいは赤塚先生によるか、ね、まず3人の方を検討してください、はい、この後ですね、鈴木今井宇三郎先生と高田健二先生の学説を紹介いたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。